どうも木原です。今日はですね、ちょっと急遽ね動画撮ってます。結構ね動画の、毎日更新が結構やばくなってきたんで、現場の出先でね撮ってます。でですね、今日はね何のね動画を撮ろうかなと思った時にこれですね、このボックスについてちょっと僕が工夫してることっていうのをねちょっと動画にしようかなっていうふうに思いました。じゃあね早速ねちょっとボックスの何を工夫してるのかっていうところをちょっと見ていってもらおうと思います。じゃあねこのねボックスなんですけれども、特にね何の変哲もないボックスっちゃボックスなんですけれども、これね見たことあると思うんですけれども、こういうね大きいハードボックスですね。ハードボックスとかっていうのはここにどう言ったんですかね、上のやつでパチンって止めるこうクリップみたいなのが両サイドについてるんですね。でそれで蓋が飛ばないようにっていうのをしてるんですけれども、正直ねそこのねここの、パチンってするクリップがですね結構ね紛失するんですね。でそれが紛失してしまうとこの上蓋っていうのが軽トラック、普通にゴミが積んでない時とかだったら飛ぶこととかあまりないと思うんですけれども、これがですねゴミ山積みの時とかに上に乗せたらこの上蓋がね飛んでいっちゃったりとかするんですね。でそれでまあ僕はそれで何度かこういうこの蓋をなくしたことがあります。なので僕がやってるこの上蓋をなくさないためのまあ簡単な工夫なので、皆さんもねもしねそういう経験あるんであればこういう風な作りしてみカスタマイズしてみてもいいんじゃないかなっていう風に思ったのでちょっと動画にしてみました。じゃあ早速ね、工夫してるところ2点あるのでそちらの方を説明していこうと思います。まずはですねこれ開けてもらった時にこれ分かります、もう蓋が飛ばないようにしてるんですね。で蓋が飛ばないようにしてるのとしたらここ分かりますかね、ここドリルで穴開けてですね、こっちの方にもドリルで穴開けてこのインシュロックですね、これインシュロックで止めてるんですね。こういう状態ちょっと緩めに止めてこうリングにしてて、でこのインシュロックはですねちょっとねどういったですかね、日の光とかにも強い劣化しにくいインシュロックを2本かけてます。まあこれでもねやっぱね使ってたら切れるんですけれども、で鉄のリングとかもいろいろ考えたんですけれども、まあちょっとね柔軟性ある方が開け閉め楽なんで僕はインシュロックでね止めるようにしています。まずこれがね1個目の工夫ですね。じゃあ続いて2個目の工夫になるんですけれども、よいしょ。で、これで例えば、軽トラックにですね、ちょっと積んでみましょうか。よいしょ。まあ、こういう状態で積んでたとしますよね。こういう状態で。で、軽トラックが揺れた時に、こう、蓋がね、こうバタバタバタってして、これ開いちゃう時あるんですね。で、それで蓋が落ちるとかあるんですけれども、この蓋がね、僕は、開いちゃったら中のものが飛び出て、後ろにね、落石、注意とかになってしまう危険性があるので、これも僕危険やなっていう風に思ったんですね。でそこでしてる工夫としたら、これちょっともう見えてるかな、うん、よいしょ、ちょっと下ろしますね。よいしょ、見えてる工夫としたら、このゴムバンドの上にちょっとこうかけとくっていうだけなんですけれども、こういうことをしてます。まあ、これどういう風にしてゴムバンドつけてるかっていうとですね、これちょっと見てもらったら分かるんですけど、まあ、ここにね、ドリルでまたこれ穴開けてね、やってるんですけれども、これ穴開けた後に気づいたんですけど、ここのね、これやったら、こう横にもね、穴開いてるんですね。ここにね、上のね、こうカチャってするやつがついてた穴が開いてるので、まあ、そこに通して、でもいいと思います。で、このゴムバンドをちょっと1個ね、つけとくだけでね、まあ、蓋飛ばないですし、まあ、後ろのリングのインシュロックが切れててもですね、このゴムバンドがしてることによって、上蓋飛ばなくなります。まあ、このね、ゴムバンドに関してはね、どこやったかな？なんかね、トラックが走ってる時にね、同じようなね、ボックスを、積んでるね、作業車があったんですけども、それがね、こういうふうにゴムバンドつけてね、走ってるのを見ました。やっぱりね、ここのね、パチッとするね、ロックのやつ、最初はいいんですけれども、やっぱ作りがね、どうしてもね、そこまでね、細かい作りになってないので、飛んじゃった、なくなっちゃったりとかしてね、で、蓋もなくなっちゃったりとかして、またこれ買うってなったらお金かかるし、蓋だけで売ってる商品とかもあるけど、
やっぱりできたら長く使いたいじゃないですか。なんで僕はこういう風な形でゴムバンドをつけるようにしてます。まあ、これでね、ロスも、どういったんですか、紛失もなくなるし、まあ、落石とかもな、落石じゃないね、積載がね、落下する危険性とかもなくなるので、まあ、もしね、経験あるっていう方とかは、こういうふうなやり方してみるのも、一つの手段かなっていうふうに思います。参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。